はい、土地です、今日はですね、先日届いたばかりの、レムス、F54JCW クラブマン用ですね、のレムスのマフラーを早速今日取り付けさせていただいたんで、ご紹介させていただきたいなと思います。早速見ていきます。はい、でもう交換終わってますんで、ちょっと順番に見ていきたいなと思います。で、前からちょっと見ていきますね。で、一応キャタバックシステムって言って、まあ触媒後全交換のタイプなんで、まあ前からそっくり交換になります。なんで基本的には全部ボルトオンですね。切ったり加工したりっていうのは一切ないです。で、純正だとここの部分に中間サイレンサーがつくんですけれども、レムスの場合だとストレートの構造になります。で、そのまま後ろの方に行って、で、あと JCW なんで、まあ、4駆っていうことで、一応デフこの辺のレイアウトが新しくなってますね。で、純正だとこのデフを逃がすために、かなりここの部分だったりだとか、この部分だったりだとか、へこませてるパイプ形状になるんですけれども、まあ、一応レムスの場合だと絶妙なクリアランスでパイプ系を変えずにそのまま通してますね。かなり抜けが良くなりそうです。で、実際数値的にも、まあ、馬力で約4馬力アップ、トルクで約12ニュートンぐらいアップしてるんで、まあ十分体感していただけるレベルじゃないかなと思います。で、あとサイレンサーですね。サイレンサー、純正よりやや小さくなってます。で、結構軽量化につながるかなと思ったんですけど、まあ、純正19キロぐらいに対してレムスの場合だいたい 18.5 キロぐらいなので、まあ、やや軽くなるかなっていう感じですね。で、あとポイントとしてはこちらですね、まあ、JCW なんで、もともとバルブ切り替えの機構が純正で備わってます。なんでそれがそのままそっくり移植される感じになります。なんで他のレムスと違って、まあ、任意でバルブ開けたり閉めたりっていうのは基本的にはできません。なんでリモコンも付属しません。なんで、まあ車両側の判断で、まあ、車両側が開けたり閉めたり、まあ、必要な時に行うって感じですね。なので運転席がちょっと見えないんですけれども、こちら側にバルブが奥についてます。で、あとテールは今回このスラッシュカットのタイプ取り付けさせていただいたんですけれども、まあ同じように他のモデルと同じように、まあ種類ありますんで、まあ好きなものを選んでいただけるってことになってます。じゃあ早速音の方を聞いていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。